ファーンボロー国際航空ショーが2024年7月22日から26日の期間で開催されたね。このショーの席上、イギリスの BAE システムズが次期戦闘機の実物大のコンセプトモデルを発表し、そのデザインが画期的という情報が入ってきたな。今回は、そんな F3 戦闘機開発が実物大をモックアップで開発加速について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。イングランド南部のハンプシャー州、ファーンボロー空港で2年に一度偶数年の7月開催されているファーンボロー国際航空ショー。今年は7月22日から26日まで開催されているんだけど、次期戦闘機の3カ国共同開発に参画しているイギリスの BAE システムズが自社ブースに次期戦闘機の新しいコンセプトモデルを展示しているみたい。航空自衛隊は戦闘機について3機種を運用する方針で、現在はアメリカのロッキード・マーティンが製造している第5世代ステルス戦闘機 F35 ライトニング 2AB と、マクドネル・ダグラス製の第 4.5 世代戦闘機 F15JDJ、三菱重工業製の第4世代 F2 戦闘機を運用しているけど、F2 戦闘機は2035年から退役開始予定のため、その後継機種を次期戦闘機として国内企業による開発製造を目指して同年から収益させる計画を立てていたみたい。ちなみに、F15J はパイロットが1人の単座型、F15DJ は2人乗りの複座型で、35の A タイプは通常離着陸型だが B タイプは垂直短距離離着陸機型 STOVL で、現在海自が軽空母改修を進めている出雲型護衛艦の改修完了後に艦載機として運用される予定だぜ。この次期戦闘機に関する技術研究が実際に動き出したのは2010年8月に防衛省が、将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表して以来で、この中では将来戦闘機のコンセプトモデルとして I3 ファイターを提唱しているわけだ。この I3 ファイターのコンセプトとされたのは、20年後の2030年頃までに実現させるものとしてクラウドシューティング次世代ハイパワーレーダー敵を凌駕するステルス性能、次世代ハイパワースリムエンジン電子戦に強いフライバイライトなどであり、30から40年後の2040年2050年頃に実現させるものとしては将来アセットとのクラウドライトスピードウェポンが示され、これらの開発のため技術研究が進められたな。また、この時点では後継機種については開発コストがかかりすぎるため、海外からの導入を検討すべきという意見もあったよ。さらに契約金額が数兆円単位になるので海外からの注目度も高く、2018年7月時点、ロッキード・マーティンが第5世代ステルス戦闘機で世界最強の制空戦闘機と呼ばれている F22 ラプターに、F35 ライトニング2のアビオニクスを搭載した機体を提案したんだ。他にもボーイングは F15 をベースとして F15JDJ よりもさらに性能を向上した機体、イギリスの BAE システムズはユーロファイタータイフーンをベースとした機体を提案するなど売り込みは激しく、中でも特にロッキード・マーティンの案が本命ではないかという推測が大勢だったみたい。2018年12月18日、第4次安倍内閣の閣議で新たな防衛計画大綱と中期防衛力整備計画が決定され、中期防において将来の戦闘機については、F2 戦闘機の退役時期までに将来のネットワーク化した戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を取得するとされ、そのために必要な研究を推進するとともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発に早期に着手すると明記されたよ。国際協力も視野に入れながら日本主導での戦闘機開発に着手すると決定。海外の既存機を導入しても国内防衛産業の技術蓄積というメリットはなく、価格ダウンが期待できないから、次期戦闘機に関しては国内企業主導による開発を進めるという方針を示したわけだね。2020年10月、当時の岸防衛大臣は三菱重工業を開発主体に選定、正式に契約を結んだことを発表。その他三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル東芝、富士通、日本電機 NEC の7社が参画して次期戦闘機開発が本格的にスタートしたよ。とはいうものの、日本はこれまで戦闘機を独自に開発した経験はなく、国産戦闘機とされて平成のゼロ戦とまで呼ばれていた F2 戦闘機でさえ、ロッキード・マーチンの F16 ファイティング・ファルコンの派生型に過ぎないと酷評されているほどで、高性能な次世代戦闘機の開発には海外企業による協力は必要不可欠だったわけだ。海外の協力企業は2020年末までに選定するとされ、アメリカのロッキード・マーチンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社に絞り込まれ、2020年12月、防衛省が支援海外企業としてロッキード・マーチンを選定する方向性で調整に入ったと明らかになったぜ。しかし、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアはグローバル戦闘航空プログラム GCAP というプロジェクトの立ち上げを発表。日本が独自に進めてきた次期戦闘機開発計画とイギリスとイタリア、スウェーデンも参画の間で進行中だった。次世代戦闘機 BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、第6世代戦闘機を共同開発してそれぞれに配備すると発表したな。2023年12月14日、東京で日本、イギリス、イタリア3カ国防衛省会合が開催され、その席上、木原防衛大臣はイギリスのグラント・シャップス国防大臣、イタリアのグイード・クロセット国防大臣と共にグローバル戦闘機プログラム GCAP の管理目的の国際機関として、グローバル戦闘航空プログラム政府間機関 GIGO を設立するための条約として GCAP の設立に関する条約に署名して条約が締結され、こうして次期戦闘機の3カ国共同開発が動き出したね。今回のファーンボロー国際航空ショーで BAE システムズが公開したフルスケールのコンセプトモデルは、これまで三菱重工業や BAE システムズが発表していたコンセプトモデルと比べると主翼が大きく変化したようで、三角形のデルタ翼になったので幅が広がったんだ。この理由については海外メディアが推理していて、戦闘機同士の空中戦ドッグファイトが将来的には起こらなくなるとして、次期戦闘機は空中戦で重視される機動性より、翼内の燃料タンクを大型化させて航続距離を稼ぐように方針を転換したのではないか。また空気抵抗をより低減するデザインにして、主翼の広がりで揚力が増すことでミサイルなどのペイロードの増強を図ったのではないかということみたい。次期戦闘機は日本にとっては F2 戦闘機の後継であり、イギリスにとってはユーロファイタータイフーンの後継となるな。どちらも空中戦能力のみならず対地攻撃能力が重視されているため、ペイロードの増加は重要ポイントだぜ。BAE システムズでは、2024年7月、ファーンボロー国際航空ショーの前に東京で開催された説明会で、設計最中であり、コンセプトモデルが最終的な形状ではないが、現在考えている要素をある程度反映した形になっていると述べているので、翼の後ろ部分をデルタ翼にした変更したことも設計の進展を反映したものとみられ、フルスケール模型公開によって、今後の GCAP の機体の姿が垣間見られたという声も上がっているらしい。しかし、7月4日に実施されたイギリス議会の下院総選挙では政権与党の保守党が大敗して労働党政権に変わることになり、ということは国防政策が見直される可能性もあり、開発費が見通せないという GCAP からイギリスが離脱するのではないかと見られたんだ。しかし、ファーンボロー国際航空ショーに姿を見せた労働党のスターマー新首相は、GCAP で我々は大きな進歩を遂げていると述べ、開発の重要性を強調したようで、この事実を見る限り、新政権でも GCAP は継続されるという見方が広がっているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。